皆さんこんにちは、優しい内科医の山村壮です。本日検証するのはこちら、枝豆と、枝豆ではないですがエンドウ豆スナック、これらを食べ比べてみて、まあ、どちらもビールのおつまみに合うかもしれません。食べ比べてみて血糖値がどのように変動するのか比較検証してみたいと思います。今回も血糖値の検証には二の腕につけたフリースタイルリブレセンサーをスマホアプリフリースタイルリブレリンクで読み取って検証していきます。フリースタイルリブレで読み取った値は血糖値そのものではなく以下の間質液のグルコース濃度ですが、この値は血糖値と非常によく相関するため私の検証ではこの値を血糖値と呼んでおります。ご了承ください。フリースタイルリブレの装着方法、使い方については別の動画で解説しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。新着動画のご案内や私の診療情報、イベントのご案内は当チャンネル以外にも X、Instagram、公式 LINE アカウントでご案内しておりますので、概要欄からそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは枝豆をいただきます。食べる前の血糖値は108からスタートです。それでは枝豆いただきます。いただきます。うん、美味しいですね。こんな感じ、普通に美味しいですね。塩味も効いてる。枝豆食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は105です。20分経ちました。血糖値は106です。30分経ちました。血糖値は117です。119です。115です。104です。104です。107です。100です。それではエンドウ豆スナック食べる前の血糖値は120からスタートです。ではいただきます。うん、緑色美味しそうですね。うん、エンドウ豆の香りがして美味しいですね。うん、ラスト1本です。エンドウ豆スナック食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は118です。20分経ちました。血糖値は116です。30分経ちました。血糖値は135です。133です。
150です。161です。156です。160です。144です。さて、皆さん予想はいかがだったでしょうか。まあ予想通りというか、エンドウ豆スナックの方は意外だったのかもしれません。結果はと言いますと、枝豆食べた場合、スタートの血糖値108からピーク、まあ、ピークと言わなくてもいいんじゃないでしょうかね、40分時点で一応119、血糖上昇幅で言うと11上がりましたが、まあほぼこれは横ばいと言っていいと思います。一方ですね、エンドウ豆スナック、これがスタートの血糖値、ちょっと今回のセンサー高めスタートでした。120からのスタートでピーク、60分時点で161、その上昇幅41、まあまあ上げたかなというところですね。まずまあ枝豆に関して言いますと、その糖質量、まあ炭水化物量であのパッケージだと 8.9g、 糖質量 5.6g ですので、まあ 10g 以内ぐらいの炭水化物量であれば血糖値ほとんど上げない結果になる、まあ誰にでも言えると思います。私一人の実験ですが、まあそういった血糖値上げないいいおつまみと言える結果となりました。一方でエンドウ豆スナック、これまあ炭水化物量でいうと 21.7g、 糖質量 19g ありますんで、それなりに血糖値を上げる結果となりましたが、意外とスナック菓子って血糖値そこまで急上昇させないんだなと思われた方いるんじゃないでしょうか。まあ、おにぎりだとか、まあ、サンドイッチだとか食べると結構グンと血糖値上がりますが、あんまり健康そうに見えないスナック菓子の方がそこまで血糖値上げません。というのも、まあこれ脂質の量が多い分血糖値の上昇が少し緩やかになってピークも抑え気味になる、まあこういった影響があるのかなと思います。まあ枝豆とエンドウ豆スナック今回比較しましたが、言うまでもなくおすすめは枝豆です。まあエンドウ豆スナックと比較しなくてもですが、枝豆結構優秀な食べ物です。まあ血糖値をあんまり上げないというだけではなく、まあ大豆のですねタンパク質も取れるし、まあ、イソフラボンとか、まあ、そういういい成分も取れますし、あのカリウムなんかも豊富に含まれてますんで、まあ、ビールとなんかと一緒に飲むと利尿作用もかかって、あのまあ、むくみにくかったりですね、まあ、早くアルコール分解してくれること期待できるんじゃないでしょうか。以上、今回は枝豆とエンドウ豆スナック比較して血糖値の実験を検証しました。まあいつも言っている通り、これはあくまで私一人の一回限りの実験ですので、皆さんに当てはまるわけではないですが、まあ傾向として血糖値の上昇変動をまあ掴んでいただければいいかなと思います。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が面白かったな、役に立ったなという方はぜひグッドボタンを押していただいてコメントいただけると嬉しいです。今後お見逃しのないようにチャンネル登録、通知音もよろしくお願いします。新着動画のご案内やイベントの情報などは X、Instagram 公式 LINE アカウントでもご案内しておりますので、ぜひ概要欄からそちらの登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。